はい、こんにちは。今回の動画はアメ洗車です。ネタじゃないですよ。こんなにツヤツヤになりますよ。実は雨の日って最高の洗車日和です。日差しもないし、雨も降ってるから拭き上げる必要もない。雨って水道水と違って水垢がほとんどできないんですよ。だから純水洗車みたいなもんなんです。アメ洗車は拭き上げができないから、硬化させないといけないコーティングなどはできません。なんで撥水シャンプーとかがバッチリですね。おすすめは古賀薬品工業の撥水シャンプーですね。今回はこれを使ってアメ洗車やっていきます。雨で砂はある程度落ちてるとは思うんですけど、残ってたら傷ついちゃうんで、一応シャワーで流した方がいいですね。シャワーで砂を落としたら、撥水シャンプーで洗っていきます。普段はムラになるのが怖くてすぐシャワーで流してますけど、雨降ってるから乾いてムラになるのもそんなに怖くないですね。こんな感じで全体をやっていきます。雨が強い日の方が流すのが楽で、水垢にもならないでいいですね。ですが、この洗車の欠点は近所の目が気になるってことですね。全体を洗い終わったらまとめて流します。一応シャンプーがたまりやすいところなどはシャワーで流した方がいいですね。この撥水シャンプーは重ねて塗れば撥水性が上がるので、前の方だけもう一度塗ります。これだけ撥水すればいいですね。アメ洗車といい組み合わせだと思いますね、このシャンプーは。最後の拭き上げがないので、これで洗車は終了になります。めっちゃ楽ですよ。10分くらいで洗車が終わっちゃいます。しかも純水洗車みたいなもんですから最高ですね。雨が止むとこんな感じです。水垢ゼロですね。ツヤツヤです。この洗車でしたら拭き上げクロスが必要ないので、道具の面でも楽ではないですかね。アメ洗車ってネタみたいですけど、実際めっちゃいいですよ。おすすめです。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。トライ企画でした。